ユーストリームをご覧の皆さん、そして小倉駅前グランライザー北九州魚町銀天街魚町ビジョンをご覧の皆さん、おはようございます。 Good morning. Welcome to our program. Thank you for watching the program on the Ustream, the Grand Raita 北九州 and the 魚町ビジョン on the 魚町ショッピングストリート。ここ福岡県北九州市北九州市立総合体育館より第10回北九州チャンピオンズカップ国際車椅子バスケットボール大会の模様をお送りします。 Here, 北九州 City General Gymnasium, Fukuoka Prefecture. We are presenting the games of the 10th 北九州チャンピオンカップ International Wheelchair Basketball Tournament。この後9時から予選リーグトルコ対日本の試合をお送りしてまいります。Now, the game between Turkey Galatasaray and Japan Miyagimax in the preliminary round begins since 9. この試合解説は北九州足立クラブヘッドコーチ、そして元日本代表男子車椅子バスケットボール選手でいらっしゃいます本山誠さんです。本山さん、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして英語のアナウンスは池本智子さん、ポイントファウルのアナウンスは赤岩浩二さん、そして山内哲也さんにお願いしています。さあ、おととい金曜日から始まりましたこの大会も3日目、今日が最終日となりました。予選リーグ最後の試合、この第一競技場ではトルコ対日本、そして第二競技場ではオーストラリア対アメリカの試合が行われます。この予選リーグ4チーム総当たりで行われまして、上位2チームが今日2時から行われます決勝、そして下位の2チームがお昼12時から行われます3位決定戦に進むということになります。さあ本山さん、はい、はい、いよいよ予選リーグも最後の試合ということになりますけども、このトルコ対日本、どんな展開を予想されますか。はい、トルコはですね、はい、もうとにかくスピードとパワーとシュート力もあります。かたや、日本は、チーム力と、はい、それから、シュートゲッターの、藤本さん、はい、彼のシュート力を期待したいですね。はい、はい、まあそれにしてもここまでトルコは2戦2勝ということで、まあ、本当に横綱相撲でも強いですよね。そうですね、ちょっと引い出てるような気がしますね。はい、それに対して日本はまずどういうところにポイントを置いて試合を展開していけばいいでしょうか。そうですね、やっぱり相手の嫌がることをやっぱりして、はい、いいプレーをさせないっていうことが、大事だと思うんですよね。はい、でそのためにはやっぱりディフェンスをしっかり固めて、そして日本の得意である速攻に持ち込むというような展開が望ましいと思います。はい、はい、そのトルコの選手としてはどういった選手をまず抑えていくというのが一つ課題になりますか。そうですね、かなり難しいんですけどね、全ての選手がですね、はい、やはり、トルコの選手ってみんなプロの選手が多いんで、はい、本当にね、実力のある選手たちです。あら、もう抑えるのは本当に難しいんですけど、はい、まあ、チーム一丸となって日本の選手はですね、抑えてほしいと思いますね。そうですね、はい、はい、さあこの後どのような試合展開になっていくのか、この放送はユーストリームを通じまして世界中にお送りします。小倉駅前グランライザー北九州魚町銀天街魚町ビジョン、こちらご覧の皆さんにもこの車椅子バスケットボールの醍醐味、迫力を感じていただきたいと思います。どうぞお楽しみください。さあそれではこの試合スターティングメンバーご紹介しましょう。まずトルコガラタサライです。5番オズギル・ギュルブラク、6番ピオトル・ルージンスキー、7番ソフィアン・メフィー、10番イスマイル・アル、そして14番ムラト・ヤジジュ、スタート5、こういったメンバーになっています。そして日本宮城マックスのスタート5スターティングメンバーです。5番藤本レオ、8番佐藤聡、9番増渕智美、10番中澤雅人、そして15番藤井慎吾、このスタート5で試合が始まります。さあ、まもなくトスアップ、今試合が始まりました。予選リーグトルコ対日本の試合、まずボールを持ったのはトルコ、はい、このシュート1本目放ってきました。開始10秒、早くも1本目が決まりました。5番のギュルブラクのシュートが決まってトルコが先制2対0。さあ日本としては落ち着いてボールを回していきたいところです。
ボールを持っているのは藤本、シュートを打っていた。藤本のファーストシュートでしたが、ここはホイッスルが鳴っています。はい、プッシングのファールですね、はい、トルコの選手ですね。はい、今のはシュート体勢に入っていた時のファールということでフリースローが2本ですね、はい、はい、与えられます。まず1本目決まりました。最初の今日のゴール、藤本フリースロー、落ち着いてますね。はい、2本目はどうか。決まりました、フリースロー2本決めました。これで同点に追いつきました、2対2。1ピリオド10分で行われます。第4ピリオドまで藤本選手フリースロー2本決めて現在2点目、試合が決定することになりますが、やはりトルコ、トルコチーム6番決めてきたの6番ルジンスキー。このシュートは外れました。中澤のシュートでしたが惜しくも外れています。スター揃いのトルコ、ガラタサライ。さあこぼれているボール、ギルブラク、7番ベフィ、さあそしてルジンスキー、ベフィからギルブラク打っていった、綺麗に決まりました。素晴らしい、はい、トルコチーム遠目からのシュート、ミドルシュート綺麗に決めてきます。これで6対2、4ポイント差がつきました。さあ日本としてはあまり引き離されずに第1ピリオド追いたいところ。そうですね、はい、ディフェンスはトルコがやっぱりいいですね。はい、はい、中をしっかり固めていますトルコディフェンス。さあそしてこの攻撃に転じるのは早いですね。そうですね、声もしっかり出てますね。はい、このシュートは外れました。藤本ドリブルで上がる、そして9番増渕のシュートはリングに切られた。さあ選手同士声を掛け合って指示を出しています。トルコの攻め、果たしてどんな展開になるか。中に入ってきたメフィン、そしてギュルブラク、ここでホイッスルが鳴っています。ここはノーゴール、ノーカウントということですね。そうですね、その前にシュート前のファールということですからね、はい、日本藤本のファールがどうやらあったようです。4、5番藤本選手1回目のファール、チーム1回目です。トルコのフリースロー打つのは5番ギュルブラク。1本目綺麗に決めた、シュートタッチ綺麗ですね。はい、落ち着いています。2本目これも決めてきました。トルコチーム5番ギュルブラク選手、いや日本ともリングリーのオタッチ、そうですね、素晴らしいシュートです。スイッシュって言うんですけどね、はい、はい、もうリングにも当たらないで、さあ日本としては早い時間帯になるべく点差詰めていきたい。シュート打ってきた、これもリングに当たって、しかしリバウンド日本は取っています。いい感じで打ってますよ、はい、中澤から増渕、さあどうする、中央藤本狙ってきた、決まりました。藤本のゴールが決まってこれで8対4、4点差。藤本選手2点シュート決まりました。現在4点目。まず日本としてはこういう展開でいいわけですね。そうですね、あのセットプレーをしっかりやって、はい、でまあ、リバウンドを取れればリバウンドを取って、そこからセカンドチャンスで入れるっていうのがやっぱあの理想的だと思います。はい、さあしかし対するトルコの攻めはさすが厳しい。ルージンスキーのシュート、トルコチーム6番ルージンスキー選手4点目。さあチャンスは確実に決めていきたい日本、しかしトルコのディフェンスしっかりと
ゾーンを固めています。このシュート欲しい。1点トルコのオフェンス。7番メフィ、さあどうする。スルスルっと前に上がってきた。ボールを戻したところでホイッスルが鳴りました。日本8番佐藤選手、1回目のファウル、チーム2回目。日本のファウルでトルコのスローインから試合再開です。さあギルブラク、ここススッと入ってきました。そして10番エスマルアル、これはシュートは決まらない。ボードに当たって落ちてきました。リバウンド日本。藤本、トルコのディフェンス、逆サイド増渕からもう一度藤本シュート、これは外れた。そしてトルコの速攻、日本ディフェンス戻っています。メピー、さあここはバスケットカウント。トルコチーム7番メヒアオイ選手2点目。今のシュート決まりましたのでフリースロー1本与えられるということですね。ボナスロー選手ファウル1回目、チーム3回目。一人で持ち込んで、やはり自分の実力を発揮してますよね、はい、そうですね、はい。そのメフィがフリースローを打ちます。これは外れました。しかしトルコ12対4と8点リードとなっています。さあ日本速攻はどうか。しかしトルコ戻りが早い。早いですね。藤本藤本、これは素晴らしいシュート決めてきました。さすがエース。はい、このシュートです。5番藤本選手3点シュートは決まりました。現在7点目。今のように落ち着いていれば、はい、確率は高いですからね。そうですね、はい。第1ピリオドから綺麗にシュートを決めています藤本。さあ第1ピリオドも残り5分を切っています。1ピリオド10分で行われます。さあギュルブラクゴール下から。トルコチーム5番ギュルブラク選手現在8点目。さあ日本のオフェンス、藤本ドリブルで左サイド、さあ中に入れてきた。ゴール下、ディフェンスは厳しい。そしてボールを奪われました。インサイドやっぱ難しいですね。はい、やはりこのあたり体格差がありますので ね、 そうですね。さあここで日本タイムアウトを取りました。岩佐義明コーチ、現在第1ピリオド残り4分15秒、トルコ対日本の試合は14対7でトルコが7点のリードとなっています。Now, Turkey leads Japan by 14-7, 7 points ahead. さあタイムアウトが明けて試合再開です。第1ピリオド残り4分15秒、日本のスローインから試合再開。さあ点差詰められるか。藤本、トルコのディフェンスをかいくぐってのシュート、惜しかった。囲まれてますよねディフェンスは、はい。さすがの藤本、やっぱり大柄の選手に囲まれるとなかなか
厳しいですね。イージには打てないですね。はい、さあトルコはシュート対戦入っていました。ここはホイッスルが鳴っています。はい、3秒オーバータイムですね。はい、ナイスディフェンスでしたね。はい、このコート内の青い制限区域に攻撃側の選手が3秒以上いるといわゆる3秒ルールということですね。はい、そうです。ファウルで相手チームのボールということになります。さあ日本右サイド増渕、逆サイドに送った司令塔藤井、シュートを打っていった。これはリングに当たって跳ね返る。リバウンドはトルコ。これが入ると楽になるんですけど ね、日本もですね。はい、第1ピリオドの攻防、まもなく残り時間3分、現在14対7。さあこれはパスが流れた。その前にファールですね。はい、日本のファールです。日本チーム15番藤井選手のファールです。はい、今のはどういうファールだったんでしょうか。日本15番藤井選手1回目のファール、チーム4回目です。キャッチしようとした選手にですね、はい、日本の選手がプッシングって車椅子で相手の車椅子を押したっていうことですよね。選手の交代です。日本チーム9番増渕選手、15番藤井選手に代わりまして、さあここで日本チーム選手交代があります。豊島選手、4番豊島、13番高橋が入りました。さあそしてここはシュート決めてきた6番ルージンスキー、ロンドンパラリンピックポーランド代表選手。ルージンスキー選手6点目。いや、やはりこのルージンスキー止めるのはなかなか厳しいですね。そうですね、もうあの背も高いし、はい、シュート力もありますから、もうかなりの至難の技ですよね、止めるのは。はい、さあ日本倒れ込みながら藤本シュート打ってきましたが、このシュートは決まりませんでした。いや、なんとか打開しようというところに見えたんですけど、さあしかしここはトルコやはり攻撃が早い。トルコチーム10番アル選手、はい、10番イスマイル・アルのシュートが決まりました。イスマイル・アルもトルコ代表としてロンドンパラリンピックに出場しています。スター揃いのトルコ、ガラタサライ。さあそれに対する日本13番コウゴ、ここがホイッスル、ボールが手につきませんでしたね。はい、やはり相手のプレッシャーにちょっとやっぱ慌ててますね。そうですね、強豪トルコ、ガラタサラ相手に日本、第1ピリオド残り2分を切っています。さあディフェンスはどうか、しかしスルスルと上がっていくメフィー。トルコチーム7番メヒアオイ選手4点目。日本5番藤井選手2回目のファウルです。シュートが決まって、そしてフリースロー。彼の個人技でボールを持っていって、はい、ゴール下でシュート、はい、ね、思わず藤本選手ファウルしてしまいましたね。メフィのフリースロー綺麗に決まりました。1点追加、トルコチーム、これで21対7となりました。フリースロー決まって5点目。さあ中ここ激しいディフェンス、そうですね、はい、さあここでホイッスル、トルコチーム7番メフィのファールです。トルコチーム7番、はい、がありました。メヒアオイ選手ファール1回目。はい、4番豊島から交互、そして藤本中に入っています。佐藤、そして藤本からシュート、これもリングに当たって跳ね返る。リバウンドトルコ、プレー自体はいいプレーなんですけどね、はい、最後のシュートがやっぱりちょっと、そうですね、さあここでトルコは確実に決めてきました。10番ある、いや、トルコはやっぱり確実に決めてきますね。そうですね、もうどこからでもシュート打てるような、はい、感じですね今ね。さあしかし藤本ゴールしたから、これはいいプレー。日本5番藤本選手ゴールしたからのシュート決まりました。9点目、これで23対9。さあ残り時間もう残り40秒となっています。第1ピリオド、ダッシュ
ルジンスキー、トルコチーム6番ルシンスキー選手、第1ピリオドからシュートを確実に決めてきています。落とさないですね。はい、さあ豊島から交互ディフェンスに行くのはルジンスキー。さあパスを藤本に渡った。そしてナイスプレーです。はい、交互のシュートを決まりました。今のいいプレーでしたね。そうですね、ナイスプレーですね。スクリーンを使って、はい、シュート決まりました。ああいうプレーがもっと欲しいですね。はい、さあ第1ピリオド残り時間もありません。シュートを打っていった。第1ピリオドが終了しました。トルコ対日本の試合、25対11、トルコが14点のリードとなっています。この後2分のインターバルを置いて第2ピリオドに向かいます。北九州スイティジェネラルジムナジウム、 We are presenting the game of 10th 北九州チャンピオンカップインターナショナルウィールチェアバスケットボールトーナメント。Turkey lead Japan by 25-11, 40 points ahead.北九州市立総合体育館より第10回北九州チャンピオンズカップ国際車椅子バスケットボール大会予選リーグトルコ対日本の試合をお送りしています。これより第2ピリオドに入ります。北九州市立ジェネラルジムナジウム、 We are presenting the games of 10th 北九州チャンピオンカップインターナショナルウィルウェアバスケットボールトーナメント。 Now the game between Turkey and Japan beginsさあ日本のここはシュートまで持ち込みませんでした。簡単には打たせてくれませんね。はい、インサイドは、さあ第2ピリオド現在14点差がついてますが、日本ここはしっかり守れるか。シュートを打ってきたグルーブラック、これはリングに当たって跳ね返りました。リバウンド日本、さあ前に送ります藤井。あっとこれはパスがつながりません。ディフェンスがやっぱり硬いんで、はい、早くパスを出そうとするあまり、はい、あの気持ちが焦ってますよ ね、ですね。なるべく落ち着いてパスを回していきたい日本のオフェンスです。さあ中に入ってきたアルのシュートは外れています。そしてここでホイッスル、トルコチーム10番トルコチーム10番ある選手2回目のファールです。トルコのファールで日本ボール、スローインで試合再開です。今みたいにですね、はい、速攻に行けそうになるとですね、ファールで止めるんですよね、はい、やっぱり戦略的にやっぱ考えてます ね、はい、こういうところ本当にうまいですね。さあ第2ピリオド、どう手を打ってくるか日本。増渕から藤本狙ってきた、綺麗に決めました。やはりここ一番藤本、はい、4、5番藤本選手、これで日本13点目、12点差になりました。現在試合は第2ピリオド、ほとんどが藤本選手の得点なんですよね、はい、だからあと他の選手が絡んでくれば、もういいプレーができると思いますけどね。そうですね、はい、さあトルコのシュートは外れました。日本のオフェンス、藤本ドリブルで上がる。さあトルコのディフェンス中を固める。藤本からさあどうする、
右サイド中澤打ってきた、これは入らない。トルコギルブラクシュート打ってきた、10番アルのシュートが決まりました。これで27点目。さあ日本のオフェンス、東海林から藤本、あっとこれはトルコはカットをルージンスキーが持って上がる。さあここは止めたい、狙ってきたシュート、ああいう形になるともう確実に決めてきます。そうですね、もうペイントエリアそばだったらもう本当に 100% 近くの確率で決めてきますね、はい。さあどうする、増渕から中澤シュート、これを決めました、中澤決めて、これで日本15点目。日本10番中澤選手やっときました、はい、29対15になりました。さあそしてディフェンス、しかし大柄な選手が多いトルコ。さあ中ベフィー、これはゴールした。トルコチーム7番メヒアオイ選手、7点目、30点を超えました。31点目。さあ日本のスロット、ここは藤井へのパスでしたが、これはカットされました。ギルブラク右サイド、メフィーからルージンスキー、これはリングに蹴られた、リバウンド日本、東海林、藤井が上がっていきますが、おっとこのボールには追いつかない。いや、やはりトルコの戻りが早いので、なかなか繋がらないですね。早いですね。しかも、はい、3人とか戻るのが早いですよね。プレッシャーがあります、トルコディフェンス。さあルージンスキー遠目から、いやインサイドもアウトサイドも本当に素晴らしい。12点目、ちょっと手のつけようがないぐらい、はい、シュート力がありますね。さあしかしここはランニングショット、ナイスプレーです、はい、9番増渕、いいプレーでした。日本9番増渕選手、現在2点目です。さあここでレフェリータイムアウトがあります。トルコ車輪交換します。非常に当たりも激しい車いすバスケット、このように車輪交換も瞬時に行われるようになっています。さあ現在33対17、トルコが大きくリードする展開ですが、しかし日本もいい形も出てきてますね。そうですね、もうちょっと増やしてほしいですね、はい、そういういいところですね、さあトルコのオフェンス、メフィー最短後ろにパスを回すルージンスキーがスリーポイントを狙ってきましたが、ここは外れた。スリバウンド、はい。さあ司令塔藤井、ここはメフィーがディフェンスにつく。藤本、増渕からこのパスこぼれたが、藤本打ってきた、外れてリバウンド、トルコルージンスキーからメフィー。さあ中を固めた日本、声を出しながらメフィー、右サイドギルブラク、さあ中に持ち込んで一旦戻します、そしてシュート、ギルブラクリバウンド、おっとこれはこぼれている。さあそしてここでトルコ選手交代があります。さあ13番のギムシュ、そして15番のフィリップスキンが入りました。13番ギムシュはロンドンパラリンピックトルコ代表、そして15番フィリップスキーはポーランド代表ですね、はい、そうですね、もう本当にいろんな国から の、はい、チームを集めてますからね、はい、
予選リーグ昨日一昨日の2試合もこのルージンスキーとフィリプスキー、ポーランド代表の2人が試合を組み立て、そして勝ってきました。そのフィリプスキー、トルコチーム15番、交代出鼻でいきなりシュートを決めてきました。そうですね、能力高いですね、はい。さあしかし日本も、はい、負けじと増渕、ね、今みたいにあのアーリーオフェンス、速いオフェンスが決まるとですね、はい、あの日本も乗ってきますよ、日本のいい部分出てきています。少しでも点差を詰めておきたいところですが、しかし引き離すトルコ、アルのセットプレーでピックアンドロールが決まりましたね、はい、アルセンシュ8点目、アルのシュート、これで37対19。さあダニピロの残り時間3分、あパスミス、さあボールを奪ったトルコ、フィリプスキーから13番ギムシュ、もう一度フィリプスキー、中央から左サイド、ポーランドコンビ、ルージンスキーから中に入れた、ある、ああ、いやこの辺りも何気ないプレーに見えますけど、うまいですよね。そうですね、あの大きな選手がですね、はい、トライアングルに、位置して、はい、そしてそこからどこにでもパスを出せる、そして空いたところにノーマークのシュートで、はい、もう卒がないですね。そうですね、はい。さあここでタイムアウト、第2ピリオド残り時間2分32秒でトルコ対日本の試合39対19、トルコが20点のリードを保っています。 We are presenting the game of 10th 北九州チャンピオンズカップインターナショナルウィールチェアバスケットボールトゥーナメント Now Turkey leads Japan by 39-19 20 points aheadさあタイムアウトが解けて試合再開、第2ピリオド残り2分32秒、予選リーグトルコ対日本の試合は39対19、トルコが20点のリードという展開になっています。本山さん、まあ、日本としては、はい、もうなるべく点差を引き離されないように持っていきたいところではありますけどもね。そうですね、でも日本の得意なその速攻をですね、はい、完璧に封じられてますよね、だからなかなか速攻で得点を上げることがですね、はい、今のところ1本ぐらいしかないんですよね、はい。さあ藤本のシュート、これをリングに切られた。さあフィリップスキールージンスキーに回す、右に展開してルージンスキー、さあどうするか、中央のフィリップスキー、そしてルジンスキー、ホイッスルが鳴っています。ここはシュート決まってバスケットカウント、ルジンスキー選手14点目、日本10番中澤選手2回目のファウルです。フリースローはチーム1回目、トルコルジンスキーが打ちます。これは外れました。さあしかしリバウンドをトルコは取る、ギュムシからフィリプスキー、右に展開してさあ自ら打ってくるか、いやパス、ギュムシュ遠目からスリーポイント、ギュムシュのスリーポイント決まって44点目、スリーポイントが決まって3点目。さあしかし日本も
決められるところで確実に決めていきたい中澤から中に入ったカットされましたね、はい、シュート。さあここは日本スローイン、さあ藤井どうする、中澤、右の藤本、シュートブロック、どこにしようと打てなかったか。いやトルコのディフェンスが厳しいのはなかなかそうです、ね、シュート体制申し込めませんでした。簡単なシュートは絶対打たせてくれないですね。はい、きっちりマークされてますね、藤本選手も。さあ残り時間第2ピリオドもう1分。さあパスが流れた、ここはサイドラインを割っています、日本ボール。ああ日本のナイスディフェンスですね、はい、さあ藤本から中野、中澤、ここもディフェンス厳しい、藤本渡る狙ってきた、決めました。藤本のミドル、これで21点目、41対21、13点目。さあ残り時間まもなく30秒、ルイデンスキー、これはリングに当たってリバウンド日本、豊島、おっとボールの奪い合い、はい、ここはヘルドボールでトルコのスローインになるわけですね。そうですね、はいはい、さあホイッスルが鳴って、はい、3秒ですね、はい、3秒オーバータイムで日本スローイン、はい、さあ残り17秒16秒、最後シュート決めていきたい、第2ピリオド残り10秒、さあ藤本打ってきた、決めました、日本5番藤本選手。さあここで2点シュート決まりました、ブザーが鳴りました。第2ピリオド終了、前半が終わりました。前半が終わって予選リーグトルコ対日本の試合、44対23、トルコが21点のリードという展開になっています。 Here 北九州シティジェネラルジムナジウム、 We are presenting the game of the 10th 北九州チャンピオンカップインターナショナルウィルチェアバスケットボールトーナメント。Now the game is second period end between Turkey and Japan. Turkey lead Japan by 44-23, 21 points ahead.
ユーストリームをご覧の皆さん、そして小倉駅前グランライザー北九州魚町銀天街魚町ビジョンをご覧の皆さん、こんにちは。 Welcome to our program. Thank you for watching the program on the Ustream, the Grand Rider 北九州 and the 魚町ビジョン on the 魚町ショッピングストリート。ここ福岡県北九州市北九州市立総合体育館より第10回北九州チャンピオンズカップ国際車いすバスケットボール大会予選リーグトルコ対日本の試合をお送りしています。 Here, 北九州スイティジェネラルジムナジウム福岡プレフェクチャー We are presenting the game of the 10th 北九州チャンピオンカップインターナショナルウィルチャーバスケットボールトゥーナメント。Now the game third period between Turkey and Japan begins。 現在44-23、トルコが21点のリードという展開になっています。 Now Turkey leads Japan by 44-23, 21 point ahead。 この試合解説は北九州足立クラブヘッドコーチ、そして元日本代表男子車いすバスケットボール選手でいらっしゃいます本山誠さんです。本山さん、後半も引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。英語アナウンスは池本智子さん、そしてポイントファウルのアナウンスは赤岩浩二さん、山内哲也さんにお願いしています。さあ後半第3ピリオドに入ります。まあ、大きく点差離れてますけど本山さん、はい、ここは日本としてはなんとか食い下がっていきたいところです ね。 やはり日本のいいところがなかなか出せてないんで、はい、やはりもうパスで回してやっぱりミドルシュートの確率を上げるしかないでしょうね。はい、はい、さあ試合が始まりました。第3ピリオド、中田のシュート、これはリングに当たって、しかしリボンド日本を取っている藤井から、藤本を中に入れて、もう一回中澤シュート、インサイド決めた。はい、40番中澤選手2点シュート決まりまして、現在リバウンドからのシュートですからね、はい、これは大きいですよ。ああいう形が増えてくれば、はい、日本もいいですけどね、はい、まだまだ追いすがっていくチャンスがあります。さあここはトルコのオフェンスをしっかりガードしていきたい。さあそしてここでブザーが鳴りました。トルコチーム24秒のオーバータイム、オーバータイムですね。そうですね、はい、24秒以内のシュートを打ってないということで、はい、日本のディフェンスが良かったんですよね、はいはい、マイボールにしてから24秒以内にシュートを放たなければいけないというルールがあります。さあ先ほどシュートを決めた中澤、これも決めてきた。日本チーム10番中澤選手の日本いいですね。そうですね、中澤選手日本続けて2点シュートが決まりました。選手がマークされる中を、はい、中澤選手しっかり決めましたね、はい、この辺りハーフタイムで岩佐コーチの指示もあったんでしょうか。そうですね、おそらく、はい、マークされてるんで、中澤君にもっとシュートを打てという。トルコチーム13番、はい、ギムス選手5点目。さあしかしトルコもギムスがシュートを決めてきて、これで46点目。日本シュート、これは外れました。第3ピリオドが始まっています。さあコルクマスからギムス、中に入ろうとするアルを止める日本、もう一回コルクマス、そして右のフィリプスキー、シュート打ってくるか、打ってきた、決めてきました。フィリプスキー、ポーランド代表、現在プロとしてトルコガラタサライでプレーしています。さあ日本はどうか、あっとシュート打とうとしたところで、これはディフェンス、しかしホイッスルが鳴っています。レフェリータイムアウトです。レフェリータイムアウト、日本チームのスローインで試合再開です。日本のスローインです。中澤から藤本、打ってきた、決めました。日本チーム5番藤本選手の2点シュートが決まりました。ナイスシュート、藤本、日本5番藤本選手2点決まりました。これで29点目、現在17得点目、点差が19点となっています。さあトルコ、フィリップスキーガードをかいくぐってシュート、これはリバウンド日本が割った、そしてホイッスル、
トルコチーム4番コルクマス選手のファウルです。はい、ここはトルコのファウルがありましたね。トルコチーム4番コルクマス選手、やはり速攻を止めるためにファウルをしたということでしょうね。はい、第3ピリオドに入って日本の動きが非常にいい形になってきましたね。はい、流れがいいですよ。はい、今この調子でシュート決めてほしいですね。はい、はい、決まりました。ナイスプレー。トルコチーム13番ギベシ選手のファウルです。トルコチーム13番藤本のシュートが決まりました。1回目チームファウル2回目。ピヨン5番藤本選手2点シュート決まりました。フリースロー1本。19点目。決まりました。日本チーム5番藤本選手。これで32点目。20点目。48対32。日本がじわじわ点差を詰めてきています。そうですね、いやディフェンスが良くなりましたよね。はい、そこからの攻めですから、あの流れはいいと思います。はい、さあこの流れでいってほしい日本。中に入ってきたヤジジュでしたが、このボールはうまくカットしました。トルコのスローインから試合スタート、リスタートです。さあコルクマス打ってきた、これはリングに当たってリバウンド藤井。さあトルコしかし戻りが早い、どう打開するか。藤本狙える位置、これはリングに当たって、しかしリバウンド日本。豊島からここは藤井、中の藤本に入れたシュート、これはリングに切られた。このリバウンドはトルコ。さあコルクマス、さあここがシュートを打ってきた、外れました。ギムシのシュートは外れました。トルコチームのスローインです。日本のディフェンスがいいですよ。はい、はい、そう簡単にトルコシュートを打つ場面が少なくなってきましたね。そうですね、イージーシュートじゃないですよね。はい、難しいシュート打たされてます。さあコルクマスからギムシュ、中のフィリップスキー、これは決めてきた。トルコチーム15番フィリップスキー選手の2点シュートが決まりました。トルコチーム15番フィリップスキー選手、これでトルコが50点目、50対32になっています。さあ日本の展開は藤本スリーポイント、これは外れた。狙いはいいところをついています。そうですね、入れば一気に来るんですけどね。はい、シュートタッチは悪くない藤本です。さあここもしっかりディフェンスしている。ギムシュからフィリップスキー、ここも容易に打たせません。ブザーが鳴ってリバウンド日本、いい形でボールを奪った。藤井から中、豊島、さあどうする。ここはしかし体の大きいフィリップスキーがディフェンス、藤井から中、中澤、決まりました。トルコチーム4番コルクマス選手2回目のファウル、チーム3回目。はい、中澤のシュート決まって、そしてフリースローが与えられます。8点目、今のもいい展開でゴールを決めていきました。そうですね、中澤選手今当たってますね。はい、はい、このまま続けてほしいですね。さあフリースロー、その中澤いいフリースロー決めました。40番中澤選手フリースロー1本決まりました。さあ15点差になってきました。はい、第3ピリオド、じわじわ日本が詰めてきています。トルコは少し慌ててますよ。